3匹のクマ昔か女の子が森で遊んでいると遠くに家が見えたので行ってみましたその家は3匹のクマの親子が住む家でしたドアを叩いても返事がないので女の子はそーっと中に入りました。 台所のテーブルの上に大きいお椀と中くらいのお椀と小さいお椀がありました。どのお椀にもスープが入っていたので、女の子は一口ずつ飲んでみました。小さなお椀のスープが一番おいしいわ。お腹が空いていた女の子は、 小さいお椀のスープをすっかり飲んでしまいました。今には椅子が三つありました。大きい椅子は高すぎます。中くらいの椅子は座り心地がよくありません。小さい椅子は女の子にぴったりです。 揺らして遊んでいたら椅子が壊れて女の子は尻もちをついてしまいました隣の部屋にはベッドが3つありました大きいベッドは広すぎるし中くらいのベッドは硬すぎます小さいベッドはちょうどいいわ 女の子は小さいベッドに潜り込んで眠ってしまいました。しばらくすると三匹のクマが帰ってきました。おや、わしのスープを飲んだのは誰だ。まあ、私のスープを飲んだのは誰。お父さんグマとお母さんグマがうなりました。ちびグマが鳴き声で言いました。 ああ、誰かが僕のスープを飲んじゃった今に行くとおやわしの椅子に座ったのは誰だまああたしの椅子に座ったのは誰お父さん熊とお母さん熊がうなりましたそしてチビ熊はうわ しました3匹のクマは隣の部屋に行ってみましたおやわしのベッドに寝たのはどれだまあわたしのベッドに寝たのは誰お父さんグマとお母さんグマがうなりましたチビグマが叫びました見て僕のベッドに誰かがいるよ目を覚ました女の子はびっくり。 慌てて窓から逃げていきました。おしまい。